皆さんこんにちは、ほぼ前中の王です。前回はですね、スポーツに関する言葉を勉強しました。復習しましょうかね。復習しましょう。じゃあ今回は逆にして、僕はね中国語を言うから日本語ね言ってくださいね。その方が簡単かな。まあやってみましょう。篮球、羽毛球、棒球、足球、どうですか？中国語を言うより簡単ですかね。まあ忘れたらね、前回の動画見てくださいね。下の説明欄にも、リンクを貼っておきます。さて、今日の内容は何かというと、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークですね。皆さんどうですか？いかがお過ごしですか？ゴールデンウィークはね、中国語で言うと黄金周と言います。黄金周ですね。黄金周、ゴールデンは黄金、金ですね。黄金、黄金、黄金で、周はウィーク、ウィーク、まあウィークは周ですね。週、周、黄金周。はい。で、昔はね、昔でもないか、何年前かな、何年前、中国も、ゴールデンウィークあったんですよ。あったんですよ。で、それでなんか、まあ、その休みの、ね、改革はあったんですけれども、この大型連休ね、なくして分散したんですよ。ちょっとね、国民がね、あまり賛成じゃないけどね、まあ仕方なくこういう風になってしまった。で、本人上、皆さん何をするんですか？まあ、一番やっぱり旅行ですよね。旅行、旅行は、旅遊と言います。旅遊、旅遊、旅遊ですね。もう一つの言い方はね、旅行とも言います。旅行、旅行、この方が日本語と一緒ですかね。旅行、旅遊の方がもうちょっと喋、り言葉、旅遊の方が、書く言葉に近いかな。だから人生は旅行であるみたいな格好つける言葉ね、中国語に訳すと